My heart is beating fast. 西澤ロイの頑張らない英語。このコーナーは英語のコンサルタント兼カウンセラー西澤ロイが英語に関するさまざまな話題を取り上げたり、英語を使って活躍している方にインタビューするコーナーです。ロイさん、おはようございます。おはようございます。ハートがドキドキと、はい、しているということなんですが、聞き取れた。微妙に聞き取れなかった部分もあるんですけど、はい、はい、My heart、はい、is beating fast。 Beating？ あ、beating、 はい、beat、 はい、はい、beat と打つことですね、はい、はい、beating fast。 何ドキドキされてるんですか？いや、新刊頑張る、はい、基礎英語が、ね、昨日今日あたりで書店さんに並び始めてるんです。はい、ロイさんの著書第3作目ですね、頑張らないシリーズ第3作目、頑張らない基礎英語が、昨日から発売になったということで、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で、ま、その発売のドキドキもあると思うんですが、うん、それ以外にドキドキしてるように何か目の前にあったりするんですか？いやいやいや、それはないですよ。そこはないんですね。ないです、ないです。はい、まあね、まあ、そんな頑張らない基礎英語の発売も記念して、今日は素敵なゲスト、スペシャルゲストです。スペシャルなゲストをお迎えしております。お着物着てらっしゃいます。そうなんですよ。ユーストリームご覧の方はね、ぜひともね、映像もね、合わせてご覧いただきたいと思います。それでは早速ご紹介いたしましょう。本日のゲスト、朝出版編集担当者吉田慎さんに来ていただきました。おはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、朝出版といえば頑張らない英語シリーズ、ね、出版されていらっしゃるそれ言っちゃっていいのかな？え？はい、まあ、まあ、出版社の、まあ、編集担当ということで、まずは吉田さんの、まあ、パーソナルな部分といいますか、自己紹介を軽くしていただいてもよろしいでしょうか？あ、はい、皆さん、はじめまして、朝出版の編集部で編集者をしております吉田慎と申します。まあ、主に弊社ビジネス書の本を出しておるんですけども、それ以外に語学の本などもいろいろやっておりまして、このロイさんの頑張らないシリーズも、ね、手掛けさせていただいてます。最初の本が2010年に出ましたので、もう、はい、足掛け5年でついに3冊目になったなということで、私としても非常に感慨深いなと思っています。はい、まあ、今日はね、ゲストに来ていただきまして、まあ、著者である、ね、ロイさんと編集である吉田さんね、2人の、ね、クロストーク、これも楽しみにしていきたいと思います。まず吉田さんなんですが、編集者というお仕事、まあ、今されていらっしゃるんですが、編集者の仕事っていうのは、その、まあ、初めから編集者になろうと思って始められたお仕事なんですか？いや、これが全然そんなことはなくてですね。もともと文章を書くのは好きだったものですから、ライターやりたいなと思ってたんですけども、いきなりなれるものでもないので、出版社入っておくといろいろ、そう、仕事お願いする側のこと分かるからいいよと言われて、出版社受けてみたところ、編集者になってくれと言われ、はい、今に至っています。どっぷりと。そうですね。かなり、まあ、じゃあその頃から編集するこう力が卓越していたというか。どうなんでしょう、わからないですけど、まあ、そんなこんなで、まあ、編集者という仕事をされて、まあ、ロイさんと、まあ、こうして2010年の発売に際して出会われたわけなんですが、まず初めにロイさんに会った時の第一印象ってどうでした？そうですね、第一印象はですね、なんか不思議なことをしてる方だなというのが正直今のところでですね、それこそもう今もお仕事させていただくとですね、まあ、トイックで満点を取ってるという方とか何人もご紹介いただいたりとかお会いしてますけど、当時はそんな方に出会ったこともなかったので、そんな人がいるのかっていうのをまず思った後に、そんな難しいことではないんですよみたいなことを言われたものですから、はと思いまして、それが最初のところでしたね。はい、なるほど。ちなみにその初めて会った時っていうのはどういう経緯でお会いするんですか？その企画を吉田さんに持ち込んでくるっていう形なんですか？最初は紹介だったんですよ。なるほどなるほど。僕のメンターの人がいて、はい、その人の、出版じゃない、会社設立記念パーティーがあって、その場で、まあ、紹介していただいて。ああ、なるほど。まあ、そしたら興味持っていただいて、はい、すぐに企画としてご提案くださって、で話がトントンと進んだと。そうですね、はい。じゃあその時に、まあ、初めてお会いしたということなんですけど、うん、ロイさんから見たその吉田さんの第一印象ってどうだったんですか？あ、
こうちょっと何歳なんだろうなっていう。おお年齢不詳な感じっていうことですか。いやなんか実は若くて思った以上に若かったっていうと、あとはあの笑い声が結構特徴的な感じな方で、はい、今ちょっと押し殺してらっしゃる感じそんな言われちゃうと遠慮なくどうぞ。まあ、そんなお二人のね、まあ、第一印象を経て、まあ、出版する、うん、まあ、話になっていったわけなんですが、そもそもこの頑張らない英語シリーズ、まあ、本ですねができるまでの工程っていうのを僕はちょっとよく知らないので、どれだけのこう人間がこう関わっていて、どれぐらいの期間をかけて本っていうのは出来上がるのか、ちょっと教えていただいてもよろしいですか。はい、まずですね、だいたい最初にそのこういう企画を本を、まあ、企画を考えて実際書いていただいて、でそれが書き上がった後に編集者がチェックしてっていう工程を経るんですが、だいたい半年ぐらいはかかりますね、なんだかんだ言って。でそれができるまでもまず編集者のチェックもありますし、デザイナーさんにですね本のカバーのデザインをお願いしたりですとか、あと本の中のデザインとかもお願いするんですけども、そういうのをやっていただいたりとか、そういうのもありますし、あとはイラストとかも書いていただく必要があるので、そういうのをやっていただいたりとかすると結構たくさんの人が関わりますね。はい、で本ができた後は営業、会社の営業のものが営業したり、もちろん本屋さんでも売ってくださったりとするので、結構まあなんだかんだ言って5人から10人ぐらいは本ができるまでには関わる感じでしょうか。はい、でその工程の中で吉田さんはどれぐらいのこう部分を担当してやっちゃうんですか。そうです、ね、全てにこう関わっていたりとか、まあ、全体的に関わりますね。関わりますけども、デザインとかイラストとか私は専門ではないので、あくまでもこの本はこういう内容なので、これに沿うようにこういった形のイラストをお願いしますですとか、こういったデザインをお願いしますといったことを指示をするというところですね。はい、でいただいたものをチェックしてというところです。まあ、それは原稿も同じで、書いていただいたものをチェックして、もっとこういうふうに書けますかとか、そういったものをお話しして、で書いていただいて、またそれをチェックするという形ですね。あ、じゃあかなりこうロイさんと密接にこうやり取りっていうのはされているということですね。そうですね、はい、かなり密接に。まあそうですね。で最初のと、本その頑張れない英語学習本の時には、まあ、僕がこう原稿をお出ししたら、かなり大手術をして、大手術して返してくださったんです。お、うん、まあ、それはなんです、最初にやっぱりこういきなり本の原稿を書ける人ってのはまずいないので、これはどんな作家さんもそうだと思うんですが、当然こういただいたものがですね、ご本人は分かってるんだけど全く知らない人には分からない内容だったりとかするんで、そういうのをチェックするために編集者っているんです。ですのでチェックして、もっとここはこうしましょうといったことをこう、まあ直していただくこともありますけど、実際にこういうふうに直してそれをお見せした方が早かったりもするので、そういったものは最初の本に関してはかなりやりました。お、なるほど。まあ最初はね、まあ、編集者ということでご紹介させていただいたんですが、何でも鬼の編集者という話を若干お聞きしたんですけど、まあ、その最初の1冊目の時にかなりその直しが入ったってあたりも、その鬼の編集だと言われるゆえんに関わってきたりするんですか。どうなんですかね、僕はあんまり鬼とかは思っていないので、あ、まあ、一般的に言われているロイさんが言ってるわけじゃないんですね。そうです、そうです。いや、そんな失礼なことをしないですよ。いやだって本当大恩人ですからね、僕からしたら。そんな人鬼なんて僕が名付けるなんてありえないですよ。なるほどね。まあ、でもいい本を作りたいからこそ、それだけ情熱を注いで赤を入れてくれるというかっていうことですもんね。もちろんですよ、やっぱりこう魂込めて作るものですからね、本って。ですよね。まあ、そんなさまざまな方が関わって一冊の本が出来上がってくるわけなんですが、頑張らないシリーズで僕結構その注目しているのがその帯ですね。はい、本の帯のコメントなんですけど、今回の頑張らない基礎英語の帯は、学校で習う英語の疑問がなくなりましたっていうね、この一言、まあ、頑張らない英文法も頑張らない英語学習法にも、まあ、入ってるんですが、この文章って誰が考えていらっしゃるんですか。はい、この文章はですね、編集者が考えます。はい、でこれもですね、どうすれば、まあ、結局このタイトルもですけど、この帯のコピーを見てこう買うかどうか決めるっていうのは皆さん一瞬で判断しますから、もうキャッチコピーですね、いかにこう、はい、この一瞬で興味を持ってもらうかっていうのをものすごく考えてですね、この一言のためにもうものすごい数の
没案を考えるんですね、はい、でいろいろ考えに考えてで考えてるうちにだんだん分かんなくなってきちゃったりするんですよ、ね、何がいいのかなみたいな、でこの本も2月に 出た本ですけども、はい、これも去年からずっと考えてましてですね、どうしたもんかずっと考えて知り合いのコピーライターに相談したりとか、はい、いろいろした後にこうちょっとご相談をしましてですね、こうそうしましたらこうちょっと読んだ方の声とかをいくつかご感想をくださいましてですね、はい、まあ、読んだ人の声がやっぱり一番こう使えるので、その中で一番聞きになりそうなものを採用したって感じですね。結局いろいろ考えるよりもそう使ってくれた方のパッとひらめいたものの方が良かったりもするんで、まさにその案ずるより有無が良しと言いますか、そういうものの方がストンと心に落ちていく。そうですね、はい、もともとこう実感がこもった言葉だったりしますからね。なるほど。まあ、そんなね、まあ頑張らない基礎英語になるんですが、吉田さんから見た、目線でちょっとお話を聞きたいんですが、編集者という、まあ、目線から見た頑張らないシリーズの魅力っていうのはどういうところなんですかね。そうですね、やっぱりこの本のずっと今までまあ言ってきてるところで、まあ、暗記がいらないですとか闇雲に覚えるっていうのがなくなるっていうところですよね、うん、そこが一番の魅力かなと。こうこうこういう理由だからこうなっているんだよねっていうのが分かれば、それがそのことさえ覚えていればですね、こうちゃんと使うことができるというのですし、あとはこの絵前回の頑張らない英文法と、あとはまあ今回の頑張らない基礎英語に非常に特徴というかあるかなと思うんですけども、はい、こうそもそものですね、言葉の何ですか、元々の意味といいますか、そういうのがこう分かる分、例えばちょっと喋るという時にですね、この時は C って言ったらいいのか、それとも Meet って言ったら合うって場合もですね、 C って言ったらいいのか Meet って言ったらいいのかなみたいな、前だったら分からなくてネイティブとか帰国子女の人とかに聞いて教えてもらってたことも、あ、これはこっちだなって自分で判断ができるようになる、そこは大きいなと思いますね。どう違うのか、まあ、ぜひこのシリーズを見てですね、はい、分かってほしいなと思うんですけど、まあ、そんなね、まあ、基礎英語の魅力っていう部分もあると思いますし、あとはその西澤類ならではのその魅力っていうんですかね、西澤類が書く文章に込められた魅力っていうのはどういったあたりに、それ聞いてみたい。そうですね、そこのところはですね、結構こういうものって一生懸命説明すると難しくなったり長くなったりするんですけども、それが長すぎることなく、しかし、かつちゃんと説明しきれているってところは魅力ではないかなと思いますね、はい、はい。でも最初文章長いって言われたんですよ僕まあその気持ちが強すぎてね、文章量が長くなってしまうとか、ね、説明しすぎてしまうとかあるんですか、ね、僕のそれはスキルの問題ですね、文章の、うん、なるほど。僕もちょっと勉強したりして、はい、で短くしてたら、ね、今はその辺は OK が出て、そうですね、はい、なるほど。じゃあその、まあ、ロイさんならではの、まあ、書き方というのは、まあ、あんまりその編集する上で修正しすぎたりということはないということですかね。いや、これがですね、1冊目と3冊目ではもう運命の差といえばそうですけど、はい、1冊目は本当にこれはちょっとダメですが分かりにくいとか、はい、これはここまで求めていませんみたいなのもたくさんあったんですけど、2冊目になった時にそういうのがぐっと減って、はい、で3冊目はほとんど手は入れてませんね、私の方で。すごい、もはや手を入れなくても大丈夫っていうぐらい信頼されてる。僕も成長しましたね感慨深いですはい、まあ、そんなね、まあ、ロイさんね、成長されたロイさんがね満を持して発刊するこの頑張らない基礎英語なんですが、吉田さん、編集ならではのこの頑張らない基礎英語のおすすめポイントっていうところを挙げてもらってもいいですか。おすすめポイントはですね、はい、結構、まあ、シンプルといえばシンプルですけども、はい、英語の当然とされていたことが実はそうじゃないってことが結構あって、例えば、はい、英語で何々してくださいっていうときはプリーズってとりあえず言えとこう習ってましたけど、実はそうじゃないと、そういったところとかの、え、違うのみたいなところが気づきといいますか、発見といいますか、そういうのがたくさんあるところかなと思いますね。まあ、あとはそれ以外のこの本のテーマ、なぜ基礎って言ってるのかって、これ時勢、時のあの勢いって書く時勢ですよね、勢いじゃない、時のあの制限のせいって書く時勢とかのそのところも非常に大きいですけども、あとは本当分かりやすく、そのキャンってただできるってもんじゃないとか、そういったところの驚きなんかもこの本のならではかなというのが感じていただけるところではないかと思っています。はい、だからこういう時勢がないとするとか、なんかすごく片言になっちゃうんですよね、私食べるみたいな、でそれを例えば食べたことがあるとか、はい、食べられるとか、いろんな表現ができるんですよね、今食べてますとか、それってすごく大事な言語の基礎なんですよね。
なるほど、そういったところまで、まあ、がっつりとサポートしてくれるというか、そういった一冊にそうですね、なっているということですのでね、ぜひとも皆さん、もう書店に並んでますんでね、ご覧いただきたいと思います。というわけでね、そろそろお時間近づいてまいりましたので、まあ吉田さんからロイさんへ、まあ、今後の何か一言いただいてもよろしいですか。ちょっと気恥ずかしいかもしれないんですが、いやものすごい気恥ずかしいんですが、はい、そうですね、まあ、頑張らこの今まで私手掛けさせていただいたこの頑張らないシリーズは、まあ、頑張らない英語学習法、頑張らない英文法ときて、今回の頑張らない基礎英語ときましたので、まあ、こうシリーズはまあ3部作であるとともに、まあ、一回これは終わりなのかなと、この頑張らないシリーズだと思ってますけども、ぜひですねこの次にいろいろと他にも、まあ、やっぱり英語って奥が深いですし、学んでみるといろいろ面白さもあったりとかして、分かると楽しいこともあると思うんで、新たなまた英語のシリーズが何かできないかなというのをいろいろと考えていますので、もうなんだかんだ5年ぐらいのお付き合いになるんですが、これからもお付き合いいただければなと思っています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではロイさんから吉田さんへ、はい、アンサーの言葉をいや何をいざ言えと言われるとやっぱり、ね、はい、出てこないですよね。いやでも本当はすごく思いを込めて書いてる本なんですよね、うん、で、まあ、英語が暗記科目だって思われてるのをそうじゃなくて、納得しながら学びましょうっていうのを本当にいい感じでまとめてくださって、だから今吉田さんその手を入れるところがないみたいに言ってくださるんですけど、僕もすごく本が作りやすくて、はい、まあ、今後もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では最後に、吉田さんから、吉田さんからリスナー様へ一言いただいてもよろしいですか。はい、はい、まあ、今回私が手掛けさせていただきましたロイさんの、ね、3冊目の本頑張らない基礎英語がですね、もう今日ぐらいから本屋さんに並び始めましたので、ぜひ皆様こうお手に取っていただければなと思っています。まあ、最初の頑張らない英語学習法とかの方が英語全般のことなので分かりやすくそっちの方が売れるかなと思ったんですけど、その後に出した頑張らない英文法って本が方が売れ行き的には良かったりとかして、結構難しいかなってことをきちんと説明しているってことに関しては非常にこう受けがいい印象がありますので、この本もそういう点に関しては自信がありますので、ぜひぜひ手に取っていただければと思っています。はい、というわけで足早にはなってしまいましたが、本日ゲストに来ていただきましたのは朝出版の編集担当吉田慎さん、来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあというわけで、ロイさん、はい、最後に告知を。はい、はい、いやもうこの頑張らない基礎英語、はい、もう全国書店で置いてくださってるんですけれども、はい、もう本当ぜひ読んでいただきたいなと、はいはい、で頑張らない英文法ともうセットで、うん、これでもうなんていうんですかね、頑張らない英語の文法の、うん、もうこれでまとまってるので、おぜひとも合わせて、そうですね、本当、ね、読んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、まあ、その他のねロイさんの最新の情報などは、ブログの方を見ていただければと思います。はい、というわけで本日もお送りしてきました西澤ロイの頑張らない英語、お届けしましたのはナビゲーター上村潤太、西澤ロイでした。 Thanks a lot for listening. See you on March 14th. Bye bye. Bye bye. 西澤ロイの頑張らない英語、次回を見逃さないためにチャンネルにぜひご登録ください。